皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日は時計見本市バーゼルワールド延期を発表ということで、なかなかこの悔しい感じのニュースが入ってまいりました。そちら詳細お伝えしていこうと思います。すでにご存知の方も多いのかなと思うんですけれども、2月の28日に発表された内容ですね。日経新聞の方を読んでいきますとですね、4月30日から5月5日にスイスで開催予定だった高級時計の見本市バーゼルワールドの延期が決まった。主催団体が28日に発表した新たな日程は2021年1月28日から2月2日にするということですね。いやーこれね、なかなか激震じゃないですか。業界激震みたいな感じな気がしますよね。バーゼルワールドの他に SIHH、旧 SIHH、新しい名前ウォッチ&ワンダーズになったんですけども、そちらも中止が決定してますね。ということで、4月25日から29日までの旧 SIHH、そして4月30日から5月5日までの開催予定だったバーゼルワールドという、この2つの世界でもかなり大きいというか、世界2大見本市だと思うんですけどね、この2つがね中止そして延期になるということで、どうなんですかね。結構激震じゃないですかこれ、個人的には。なんだろう、この悔しい思いというかね、どこにぶつけたらいいかわからないものではありますし、多分その私個人的な、そのユーザー目線ですけどね、私個人的な意見としてはですけど、その作る側、ブランド側だったりとか、そのバーゼル開催側だったりっていうのは、もっとね悔しい気持ちなんだろうなと思うんですけどね。ただぶつけ先ないですからね、これ何とも言えない、もう我慢するしかないのかなと思いますけど、まあもともとその開催するのかどうかみたいな噂はあったんですが、決定だとなったのはスイス政府が28日に発表した1000人以上集まるイベント開催の禁止ということで、その2つのイベント以外にも、そのジュネーブ国際自動車ショー、こちらも中止になったみたいですね。まあなので、まあ仕方なくもありつつ、悔しくもありつつ、どうしようもないわけでございますよね。まあただその中止延期になったことについてどうこう言っててもしょうがないですしね、原因が原因なのでもうどうにもならないものではあるんですけれども、じゃあその話題としてね、どうするのかっていうところが、各ブランドどうやって新作を発表するのかというのが話題としては面白いところなのかなと思いますね。まあ、ただこれまだ発表されてないので、まあ、ロレックスさんのホームページ見たんですけど何も書いてないですし、パテックさんもまだ何も書いてないですね。なので、まあ、この後発表になるのかなとも思いつつですけれども、来年の1月に延期、イベントが延期になったからといって、来年の1月まで新作を発表せずに撮っておくというのも考えづらいですし、見本市のような場所でお披露目せずに、ウェブだけで新作発表というのもちょっと考えづらいなと思うんですよね。なので、ことごり冷めたぐらい何かやるのかなって、と思っているというか、まあ期待しつつですよね。期待しつつ、まあそれか、例えば東武ワールドウォッチフェアであったりとか、そのあるじゃないですか、東武さんであったりとか東急さんであったりとか、まあそういったところでやるワールドウォッチフェアみたいなところで合わせてやるのかなとも思いつつですけれども、やっぱり実物であったりとか、実物見えないにしても、その写真であったりとか、まあ、プレス記事の写真、実物の写真であったりとかっていうのがあってこそ、その新作の盛り上がりがあるわけですからね。それをせずに SNS であったり、ウェブサイトであったりっていうところだけで各ブランドが発表していくってなると、ちょっとなんか情報としては楽しみが薄れるのかなとも思うんですよね。まあ、各社そこをどう工夫してくるのか、どういうふうに発表するのかというのも期待しつつ待ちたいなと、新しい情報を待ちたいなと思います。で、まあそんな中で、まあ前向きというか、バーゼルワールドの主催者の方は割と前向きなコメントされていますね。どんな感じかというとですね、バーゼルワールドのマネージングディレクターミシェル・ローリース・メリコフさんのコメントですけれども、このようなことをコメントされています。2021年1月に延期することにより、業界と全てのお客様が1年を失うことを回避できると同時に、プレゼンテーションを行う期間である年の初めにカレンダーをリセットできるということで、このカレンダーをリセットできるという表現はすごくいいなと思いましたね。
もともとその3月とか4月5月、まあ、このあたりにバーゼルとかはやってたんですけれども、 SIHH も少し早かったんですよね。1月の末とかその辺にやってたんですけれども、やっぱりその業界的には新作発表というので、ちょっと懸念されていたのが今年からのね、その SIHH とバーゼルが日付を合わせて開催しようぜってなったのが今年からなんですけれども、それが4月になっちゃったことなんですよね。新作の発表を4月ってちょっと遅くないっていう意見がやっぱり結構あったみたいで、まあ、それに対してね、1月にリセットできますよということは、これはいい方向なのかなと思いますね。実際にその新作発表4月になっちゃうんだったら、じゃあうちは出ないよっていうブランドも結構あったらしいんですよね。なのでそれが1月になることで参加するブランド増えてくれたらね、まあ、これはこれでまたいいことなのかなと思いますので、そういった前向きなニュースもありつつなので、まあ、1月楽しみにしたいと思います。そしてこれから発表される今年発表予定だった新作の情報というのは各社のホームページ確認しながら、また、ね、改めて追って情報が入り次第お伝えしていきたいなと思います。ということで本日は速報動画という形でお送りさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。